ハロー、こんにちは。ニーハオ、皆様、マステクのアットギでございます。本日もファイトリーグの動画やっていきましょうということで、今回、新キャラの方でですね、まあもう新キャラって言えないんだけど、スエンサーチフィールドの方が新キャラとして、結構前から出てきております。で、今回、こちらの方を使って、まあね、紹介結局してなかったので、で、やっていこうかなと思うんですけども、まあデッキこんな風になりました。まあ、効果の特性上ね、ターンを一旦進める効果で、リューズとやっぱ相性がいいなと思いまして、こちらの方、ぜひ使っていきましょう。はい、対戦相手の方、よろしくお願いいたします。おお、開幕口調いいですね。こういう挨拶好きよ。で、先手札がね、ひどい。先手札ではない、これは。やらかしてますね、完全に。これでいいかな。このデッキね、まあいろんなデッキにあるあると弱点なんだけど、先手何が一番強いのかっていうのがないんですよ。で、あったとしたらそれは間違いなくツエンフィールドくん、あの子で、あいつがね初手手札にいないとマジで何をすればいいのか分かんない。このデッキの弱点は先手最強がいないのマジで辛すぎる。で、アイロナか。あれ、相手デッキタイプ似てんのかな。じゃあどういうデッキなんだ。相手同じ。ああ、はい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 。そうですね。はい、GGG は基本そうなるよね。うん。すいませんね。型破りのデッキばっか使ってて。で、まあ、この場合どうしようかな。やれることがさほど多くないので、アイロナ放置でもいい気がしてきたな。アイロナ放置どうなんだろう。アーツそのうち増やすかな。相手のシステム上。増やされてもそんな困らん？どうしよう。いや、これで。ちょっともう DDD は処理できる段階から処理しちゃいましょう。いけ、リューズ。で、そっからじゃあ、これで、シクリオンで HP を回復しつつ、相手にダメージ与えましょう。最初さっき悩んでたのは、リューズ1番に置いて、シクリオン3番に置いて、DDD だけ処理して、アイロナ放置でもいいんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、アーツ増やされると厄介だし、正直微妙なところ。あ、リューズパクライダーか。まあでも、リューズはね、もしアーツ何かの方法で増やされたとしても、絶対にこっちには攻撃は届かないので、リーダーには。だから、まあ大丈夫かな。このデッキの弱点はね、GGG ほぼ必須であるピッキーを抜いてるっていう点で、サーチフィールドがデッキに入ってるせいで、ターンが進むんですよ、多めに。だから、ピッキーを入れとくと、ちょっと相性が悪いかなっていう結論になって、だから入れてません、僕は、このデッキに。ピッキーは。まあ、その代わりのデオドラなんだけど、厄介だね、そこのリクライニング。リクライニングも入れたかったんだけどな、スペースがねえんだよな、最近の時代のデッキ、とにかく。まあ、これはチクリオンするわけにはいかないので、こうしましょう。戦場を指して。ほい。よそ見はいけませんよ。で、リューズの攻撃力をせっかく上げてもらったんだから、いただいていこうかな、あれは。おパクリモース。神聖が現れました。煽りトゥインクルリドルサイ。 DDD がね、決してただ環境に優しいだけではないということを教えてやろう。お、また来たな。厄介だな、おい。うん、こういう時に限って、あいつが来ねえな。蒸気野郎、アニメで下ネタばっか言ってたやつ。てか、すり抜けてねえか。すり抜けてるよね、夜間くん。こういう感じで来たか。はいはいはい。幸い DDD 君がずっと放置してくれてんだよね、チクリオンを。まあちょっといいことか悪いことかは結構場合によるんだけども、どうしようかな。繋がんないんだよね、これだと。ヨドラで回復しちゃってもいいか。別に回復しちゃおうか。うん、しちゃおう。これでいこう。ウィンクルさあ、いいね、いいダメージいったね。で、FB を使っていいのかな。アーツ増えたとき怖いけど、まあいいでしょう。多分見た感じ、あったとしてもワイルドフィックス1体だから、運が良ければ2アーツ増えてもそんな影響は出ない。コイルが上げてしまいましょう。で、これでこうしたいんだけど、上、1個上でもいいよね。1個上にしとこうか。そうやね。ちょっと押し込もう。で、リューズの効果が8段目になったので、手札メンバー全員がオールアーツ、手札とデッキ全員がオールアーツになりますと。で、問題は誰がパクられるかや。いい、テレサスコープか。テレサスコープで、もしワンチャン相手がワイヤードフィックスとか出した結果、こっちにアーツが向く可能性は、
2分の1だと思っていいな、ほぼ。はい、ピッキーね。はい、もう9ターン目ですよ。100しか回復しませんね、あなた。まあ、そりゃ守るわな。ここまで来たらもう結構押し込めるんじゃないかな。うん。てか、オールアツカシャブレンダーピンチ強すぎん。今更だけど、オールアツカシャブレンダーピンチ強すぎん。結構、アイロナ入れるかブレンダーミンチ入れるかで結構悩んだんですけど、攻撃力の問題でブレンダーミンチを入れてまして、だってアイロナってさ、ほらこの圧で攻撃するのもすげえやりづらいけど、まあブレンダーミンチも1方向しか、いや2方向か、5番と8番でしか攻撃できないけど、アイロナより攻撃力あるし、処理能力正直アイロナより高いかなって。6ターン経ったらアイロナの方が強いんですけど、それまではブレンダーミンチの方が強いので、まあ、それ6ターン後になっても正直ブレンダーミンチそんな変わらんので、全然こっちでもいいなって思いました、僕個人では。ゆえゆえ。でまあね、今C ランクに、ゴールド C にいるから、いやゴールド C ぐらいでしか通用しないでしょそんできって思われても、まあ仕方ないんだけども、一応証拠はねパッて出せないけど、一応ワールドでも3連勝ぐらいはできます、一応。はい、ありがとうございました、対戦。え、何、最近終わった後グッジョブ絶対来るの、めっちゃ礼儀いいじゃん。さっきから戦ってる相手さん全員グッジョブちゃんとくれるんだけど、めっちゃ礼儀いい。おー、 TOD いいね、いいね。いろんな違うタイプ来てほしかったよ。ゴールドか、しかもゴールドのサボテンがいるってことは結構強いぞ相手さん。またスレンフィールド、待って、サーチフィールドすり抜けしすぎん、どうしようか。ドロダで行こう。一番最初はね、デオドラ君が一番、マジか、相手プラスマイナスゼロの構図作りたかったけど、そうなったか、マジか、相手さんそれ出てくるか、嫌だな。デオドラちゃんでお互い回復しつつ、うわマジか、これはちょっとミスったな。いや、デオドラね、皇帝一番最初に出したら、基本プラスマイナスゼロで、僕の方が絶対有利、回復量的には優位になるはずなんですけど、いや、そうならなかったね。ライガン人形でこうされるんだ。なるほど、いい検証を知った。今までこういうケースなかったからな。ライガン人形先手で出さんでしょ、だって普通。うーわ。全くすまんやん、この2ターン。さて、次は何が出てくる？はい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 。浮かぶ石像。おっと、これは私のこの雑魚全無視か、もしくはデオドラ放置、デオドラかワイヤードフィックス、どっちか残りそうだけど、さすがにこっからの2体処理って無理じゃね。おおほう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 、あ、痛えね、ただ痛えね、この野郎、ただ痛えな、この野郎、痛え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 、やめろやめろやめろ。あ、フィックス押し込んどけばよかったな。じゃあフィックスに残ってほしかった、正直。で超痛えので、いや超痛えな本当に、どうしよう。うーん、超痛えな、やば、どうしようか。うん、これでいいか、もうそれしかねえもんな。ほいで、アーツ増やして、ほいしょー、2体で殴りますよと。 FB も使ってしまおう、 HP を回復。相手さん変わったデッキ、変わったデッキじゃないか、 TOD がどんどん主流になってきてるもんね。嬉しい本当に、最近増えてきてるのが。やっぱね、初期の方からのピリオドからファイトリーグやってた人としては、いろんなキャラクターね、せっかくいるんだから使ってほしいよね。俺もだからさ、こうやってリューズいっぱい使ってあげたいんだけど、最近ね、環境がどんどん古いキャラもね、使えるように仕組んで、いろいろ運営さんも仕組んでくれてるから、 HP 調整とかして。だから今回のこの HP 調整結構嬉しいです個人的には。でやっと来たな、スウェンフィールド。お前これ勝った、もしかして勝ち申した説ない、これ。いやいやいや、お互い400、痛えな、痛え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 、もっと相手うまいぞ、痛え。待って、これ殺されるワンチャン。待って、これトイモンだったら俺死ぬぐらい、トイモンだったら。あ、もう一回来てる説全然あるな。マジかよ、手札巡り良すぎ相手。いや、きっついで、それは。手札巡り良すぎ、それ。うーわ。やっぱ、こういう時間かける系のデッキは、あれですね。
トイモンとかに、トイモンとか、トイモンとか、TOD とかアスクリーンとにかく弱いな。いや、これはいくらでも手札良すぎ。うへぇー。まあね、まあやっぱ、リューズはまだあれかな、どんな状況にも勝てる、まあどんな状況でも勝てるできないけど、あれは強い。はい、それじゃあデッキ解説していきたいと思います。今回ですね、サーチスウェンフィールドを、スウェンサーチフィールドとかを使ったデッキになります。まあ相性がいいのはもちろん、リューズ。登場、味方メンバー一定の圧を8つに増やす8ターン目から、味方手札と味方デッキメンバーを対象に効果が、アーツんキャラがアーツ8に増えます。でまあ、今回このキャラを入れるにあたって意識したのが、まあ、時間が進むっていう結構特殊な概念でして、まず、ピッキーがデッキにすごい入れにくいため、デオドラを採用しております。登場、敵の、ね、HP も300回復してしまうんですけれども、非常に使い方次第によってはね、非常に優秀なキャラクターでございます。で次、チクリオンを入れてます。チクリオン、まあ7ターン目から敵リーダーに300ダメージっていう方をちょっと注目してほしいんですけど、スウィンフィールドがいるおかげでね、非常に早く物事が進みます。で、次ケトラ、普段ですね、最近の時代はみんな、リクライニングの方を優先してると思うんですけども、このデッキの特徴はケトラの方をね、優先して7ターン目から、デッキの方から、丸ごと強化していくっていうデッキになってます。まあ弱点はですね、やっぱりスウェンサーチフィールドが出てきたといっても時間がかかるわけですよ、とにかく。だから最近の速攻型の環境にはちょっとついていけないっていうのが弱点かな。で他に、ワイヤードフィックスと、ブレンダーミンチを入れてる理由としては、まあ長射しか倒せないキャラ対策として、この2体を入れております。で、まあ、あと、カラビナフィックスは、まあ、普通にワイヤードフィックスや、リューズと相性がいいので、入れてますと。で、最後に、ピン刺しでテレサスコープ。まあ、相手がね、単射型で、もし守りに移ったら、テレサで殴りますよっていう感じになってます。で、まあ、FB は、よく見るジュークダンシング、攻撃力上げて、まあ、やりましょうっていう感じになってます。はい。というわけで、今回のデッキ、こんな感じになってます。まあ扱いづらいところもあるけどね、うまく決まれば非常に気分爽快なデッキになっております。よろしければぜひ使ってみてください。というわけで今回のデッキ紹介ここまでになります。楽しんでいただけましたらチャンネル登録高評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。というわけで次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、皆さん今日も動画見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。僕たちマステクの動画楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント等よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。